約3週間ぶりにこんにちは。今回も前回とはやってることが違うんですけど、今はゾンビスレイヤーのティーをしています。でも別に今はしなくてもよくないか。マリサ、奴は何をコープ面からもらったと思っているの？はい、コープのオプモロが事情によりいなくなるときにいろいろアイテムを貸してもらったんですよね。はい、ワーデンヘルメットとリーパーオーブを預かっております。こいつやってるよね。まあそれのこともあり頑張ってあげようって感じです。で、肝心なティーゴは倒せるの？それで装備がダイヤネクロンで武器がハイペって随分適当だな。まあ見た感じ不自由なくできてるし大丈夫でしょ。ところで質問なんだが。はい、今のお前にワーデンっているのか？そうですね、必要か必要じゃないかって言われると必要じゃないです。はぁ、まあでも将来的にクードラとかするような時が来たらいるだろうし、ゾンビ8にする理由がワーデンってわけでもないので、あれ日本語変だね。ワーデンを使うためだけに8にしたわけではないので。ほう。あ、ちなみにこの動画はめっちゃ短いしほぼ雑談なので、そこは許してください。思っていたよりかは早かったわね。そうだね、あとは次回以降からターミネーターも使いたいし、これからはエンスレもしていきたいね。とりあえずはできるだけ早くエンスレ7にしてタームゲットしてから、ダンジョンなりクードラなりできるようになるのが今の目標だね。はい、ゾンビスレイヤー8なんて言ったってネタがないんでね。まあもしできるならこのアイテムを使ってみたみたいな感じの動画を投稿するみたいな感じもしようと思えばできるし、やっていきます。はい、次回は多分エンスレです。